春と日本語ポッドキャスト206初心者 Beginners 元気1 Level シンプルな暮らし Simple Life。 どうも皆さんこんにちは。日本語教師の春です。元気ですか？はい、今日のトピックは面白いと思います。今日はシンプルな暮らしについて話そうと思います。私はよく、毎日の暮らしや楽しい人生について考えています。そうですね、まあいろいろなトピックで話していますが、私にとって自由は本当に大事ですね。まあ自由でいろいろな経験をするのが本当に好きです。でもチリに来て本当にたくさんの時間を過ごしました。まあ、彼女の町にはあまりすることがなくて、一人の時間がたくさんあって、今までの生活とは少し違った生活を経験しました。でもそこでいろいろなことに気づきました。まあこの生活はほとんどの人にとって普通の生活だと思います。でも私にとって一つの場所に同じ人とずっといる生活はあまりしたことがなかったので新しかったです。まあ正直時々この生活は大変でした。うん、つまらなく感じました。まあ、いつものような刺激がありませんでしたからね。はい、まあ少しこの刺激中毒になっていたかもしれませんね。はい、まあでも毎日同じ場所にいて同じことをするのは悪くないと思いました。自分のルーティーンができますよね。私の場合は主に筋トレですね。あとまあ毎日の小さいことを楽しめるようになりました。例えば週末にレストランに行ったり、カフェに行くのももっと楽しめるようになりました。あとは旅行ももっと楽しめるようになりました。うん、今までは毎日が旅行みたいだったけど、時々旅行に行くともっと楽しめますね。はい。まあ、どっちのライフスタイルがいいかはわかりません。でも、この一つの場所に落ち着くライフスタイルを経験して両方楽しめるようになったと思います。まあ一つの場所に住むといつもより少したくさん物が持てると思います。まあ毎日バックパックで移動しなくてもいいですからね。自分の部屋
自分の家具を持てるのは気持ちがいいですよね。自分の好きなものを買って毎日使うのは最高なことだと思います。自分の大好きなものに囲まれた生活ができるのはいいですよね。まあそれでも一つの場所に住む時も物は買いすぎたくないですね。いつもミニマルでシンプルにしたいですね。服も本当に着る服だけ。家具も本当に好きで必要な家具だけ。まあ特に日本のアパートは狭いからこの考えは必要だと思います。まあシンプルに生活してシンプルなことはたくさん楽しみたいですね。Words and phrases used in this episode. 自由 freedom 経験 experience 正直 honestly 刺激 stimulation 中毒 addiction 主に mainly 筋トレweight training 落ち着く to settle down or to calm down 移動する to move 家具 furniture 囲む to surround 特に especially 狭いnarrow or little space 今日はシンプルな暮らしについて話しました。どうでしたか？まあいろいろなライフスタイルがありますが、皆さんは今どんな暮らしをしていますか？どんな暮らしをしてみたいですか？よかったら YouTube のコメントで教えてください。プライベートの日本語のクラスもしています。リンクを貼っておきますね。Thank you so much for listening. If you like this channel, please be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is available on my Patreon page.The link is in the description. Thank you so much for your support. では、皆さんまた次のエピソードで会いましょう。じゃあ、またね。バイバイ。